はい、今回からこちらのゲーム、ハロルドたちの夜というゲームをやっていきたいと思います。これは多分だけど、かまいたちの夜っていうノベルゲームがあるじゃないですか、有名な。それをちょっと、なんていうのかな、モデルにしたゲームなのかなって思っております。まだちょっとよく内容はわからないんだけど、どうやら本格推理ゲームのようなので、期待して楽しみにやっていきたいと思います。ハロルドたちの夜ね、スタート。ハロルドたちの夜。現在時刻7時半。朝の7時半？まあまあ早い時間だね。ここは勇者ハロルドの家。まあまあ質素なお家だけど、一人部屋にしては結構広いかも。ハロルド、俺はハロルド、どうした？急に自己紹介したくなったか？起きたけど、まだ眠いんだぜ。ああ、二度寝する？今日は一日中家で寝ることにするんだぜ。何を誰に喋ってんの？ハロルド君はさ。誰に宣言してんの？ピーチ姫。ハロルド、ミチ姫？ピーチ姫？勝手に入ってこないでほしいぜ。ハロルド、今から雪山に雪合戦旅行しに行くわよ。急に。雪合戦旅行？そんなことのために雪山まで行くんだぜ。こいつの口調なんか若干腹立つな。急に雪合戦したくなったの、どういうこっちゃ。もうペンションも予約してあるわ。行くわよ。結構強烈な子だね。でも、こういう子がいるとさ、日常生活潤ったりしない？楽しそう。急すぎるんだぜ。俺今日は忙しいんだぜ。さっきまで寝るとか言うてたやろ。で、今日は一日寝るんだぜとか言うてたやろ。早く準備しなさい。いや、だから、準備しなさい。はい。剣族。ページアップキー。で、メッセージログを見ることができます。ページアップキーってどれだっけ？あ、これね。はい。ページアップキーとかさ、もう来たの？え、ページアップキーとかさ、めったに触ることなくない？現在時刻1時、7時半だったから結構時間経ってる。やははは、ハルドどこ行ったの？なんか、すごい、なんか、邪悪な笑顔してらっしゃらない。気のせい。さっき雪玉に石を入れてたのを見たんだぜ。邪悪すぎる。見つかったら殺されるんだぜ。確かに。石は危ないから、ガチでやめようね。お、ちょ、ここにいたのね、ハルベト。あ、現在時刻5時。急に時間が変わりました。もう、え、ちょっと待って、さっき何時だった？かなり長い時間、遊んでないですか？ぜ。楽しかったわね、ハロルド。それじゃあ、そろそろ雪合戦をやめて、ペンションに行きましょう。だいぶ長いこと遊んでたね。やっと休めるんだぜ。現在時刻、6時半。急に吹雪いてきたんだぜ。あ、誰かの口調に似てると思ったら、スキちゃんだ。ワイルドだぜ。全然前が見えないわね。本当にこの先にペンションがあるんだぜ。何？私を疑うの？疑ってないんだぜ。じゃあ黙って歩きなさい。はい。はいの時だけぜは言わないんだね。現在時刻6時50分。ようやくペンションに着いたんだぜ。早く遭難するところだったわ。ピエロが来た。いらっしゃいやる。俺様はこのペンションのオーナー、ピロロある。予約していたピーチ姫あるか？そうよ。待ってたあるよ。ちょうど食事の準備ができたところある。みんなで一緒に食べるある。なんか中国系のキャラクターにしてはピエロなんですね。お腹ペコペコなんだぜ。ワイルドだぜ。現在時刻7時。今夜泊まる8人のお客さんが揃ったあるね。
それじゃみんなには簡単に自己紹介をしてもらうある。お、マックスくんかっこいいね。お、じゃあまずは俺から行かせてもらうぜ。俺は101号室のマックス、傭兵をやってるぜ。エリザさん。傭兵ってことはあんた強いの？もちろんだ、腕っぷしなら誰にも負けないぜ。顔も悪くないし、なかなかいい男ね。ああ、よく言われるぜ。水もいい感じに味を出してますね。ルキウスさん、女性？男性？どっち？ふふ、では次は私の番ですね。私は102号室のルキウスです。趣味で探偵をやってます。趣味で探偵？趣味だと？ええ、ですが、私の事件解決率は 100% です。迷宮なしの名探偵。もし何か事件が起きたら私に言ってくださいね。うっす。事件なんて縁起でもないよ。だはは、次は我が輩の番だな。我が輩は金持ち貴族のラングリー。部屋は103号室だ。クリスチャーちゃんはよく見るやつだ。なんだっけ、前やった人狼ゲーム？なんだっけ、なんていうタイトルだった？あ、無限人狼だ。無限人狼で、このスクール系のキャラクターたちの名前とかはちょいちょい見たんで、少しずつは覚えられてきているはず。確かに高そうな服を着てればね。あはは、金なら腐るほど持っておるぞ。お嬢さん、少しお金を分けてあげるから後で我が輩の部屋に来なさい。見せたいものもあるのだ。嫌な感じのじじいだな。は？キモ？だいぶ毒舌。うっすく、次は俺だよ。俺は104号室にうっつだよ。うっすだよ。冴えねえやつだな。もっとシャキッとしやがれ。すいません。噛みました。余計なお世話だよ。仕事は何をしているんです？無職だよ。働け。俺に合った仕事がない以上、仕方ないよ。なんだろうね。何も、しない人っているじゃん。有名な人。でも、あれやるのも結構コミュ力いるんかな。なんか無職とは言わんけど、そんな感じで、俺何もしないよ、みたいな感じでさ、何もしない人の第2号になれはしないかな。エリサさん、次は105号室の私たちの番ね。私たち。私はエリサ。そして私が美少女のクリシアよ。自分で美少女って言っちゃうタイプね。私たちはイケメンを探して世界中を旅している冒険者よ。いや、なんか気持ちいいな。なんていうのかな。隠れたその、なんか男好きの人いるじゃん。でも、その人たちよりも、この明けっぴろげに私たちは男が好きよ、みたいな感じに言ってる人たちの方がなんか気持ちいいな。で、なんか、このさ、机の上に乗ってる、この料理なんかちょっとキモくない？これ何？カバ？クマ？よろしくね。イケメンって俺のことなんだよ。あんたは15点ってとこね。15点。イケメンどころかブサイクよ。ひどいよ。最後は俺たちの番なんだぜ。俺は勇者、ハロルドなんだぜ。自分で勇者って言っちゃうか。私はピーチ姫よ。この人もだいぶ痛いぞ。これはすごい、あの有名な勇者ハロルドとピーチ姫ですか？でもピーチ姫のさ、イグ、伸ばし棒がイになってる、小さいイになってるところが若干やっぱちょっと隠してるよね。あの有名な勇者ハロルドとピーチ姫なんだぜ。てかなんで勇者ハロルドなの？あ、これ、ここで行くとマリオじゃないの、普通は。お二人には一番豪華な106号室に泊まってもらうあるよ。羨ましいよ。さすが勇者とお姫様ね。うふ、宿代は、ハロルドが全部出してくれた。え、そんな金がどこに？え？覚えてないじゃん、記憶にないじゃん。やっぱり勇者は違うわね。聞いてないんだぜ。今夜も個性豊かなお客さんが集まってくれて嬉しいあるよ。それじゃみんな食事を楽しんでほしいある。はい。ピラフみたいなのってる、美味しそう。いただきますなんだぜ。現在8時。もうお腹いっぱいなんだぜ。お、全部空になってる。すご。美味しかったわね。満足してもらえたみたいあるね。
それじゃあとは自由時間あるよ。ここで他のお客さんと話すのもよし、部屋に戻ってくつろぐのもよしある。いや、我が輩は食堂にいるとしよう。俺は食堂にいるよ。私たちはどうする、ハロルド。俺は疲れたから部屋で休みたいんだぜ。長いこと雪合戦に付き合わされたから疲れてんだな。それじゃ部屋に行きましょうか。部屋？一緒の部屋？ダブルベッドじゃん。8時10分。それじゃそろそろ寝るんだぜ。お休みなんだぜ。は？え？今日は朝までトランプで遊ぶわよ。疲れてるんだぜ。今日は寝かせてほしいぜ。じゃあまずは神経衰弱からやりましょう。寝てないんだぜ。強いなピーチ姫。現在時刻9時。はい、私の勝ち。もう俺の負けでいいから寝かせてほしいんだぜ。ダメよ、朝までやるって言ったでしょ。この笑顔怖え。ひー、かわいそう。誰なんだぜ。私です。デキウスですよ。どうしたの？申し訳ありませんが、食堂まで来てもらえますか？食堂？ええ、もうみんな集まっています。よくわからないけど、すぐに行くんだぜ。まあ、でも誰も死んでないよ、今のとこ。9時15分。まったく、食堂で楽しくおしゃべりしていたのに、何の用だ？事件が起きたんですよ。誰も死んでないよ、でも。事件だと？話してもらえますか、クリシアさん。どうした？私とエリザが部屋で休んでいたら、ドアの隙間からこんなメモを入れられた。どんなメモだよ。これよ。今夜24時、誰かが死ぬ。何ひらがななの？誰かが死ぬ？穏やかじゃないわね。そうなの。こんなことするのブサイクしかいないわ。犯人はラングリーかブッスよ。暴論。なんだと？ひどい偏見だよ。でもこの人たちさ、この人二人、この人たち二人とも、この食堂にいたんだよね。アリバイを確認しないとね、アリバイを。我が輩とウッスはずっと食堂で話していたんだぞ。メモを置くタイミングなんてなかったんだよ。でも二人の共犯という説もある。うっさいブサイク。ひどいよ。皆さん落ち着いて、私が犯人を見つけてご覧に入れましょう。け、くだらね。あ、死亡フラグ。どこ行くある？部屋に戻るんだよ。こんなの誰かのいたずらだろ？騒ぐのは本当に誰か死んでからにしてほしいぜ。何か起きてからでは遅いのですよ。ふん、探偵ごっこなら一人でやってな。だが、誰かのいたずらだというのには同意だ。本当に人が死ぬとは思えないよ。ある。そこにあるいる？じゃあみんな部屋にいるときは、戸締まりを徹底するあるよ。それだけ？でも実際、それぐらいしか対策がないあるよ。でもほら、トイレに行きたくなったらどうするの？まったく犯人見つけたらただじゃおかないわよ。申し訳ないある。それじゃ部屋に戻るんだぜ。え、トランプの続きすんの？9時半。まったく、悪質ないたずらするやつがいるわね。本当なんだぜ。それじゃ、トランプの続きやるわよ。やるんだな。はい。そこは従順なんですね。はい、10時。うん、それじゃ次は何のゲームやろうかしら？このまま24時間耐久トランプゲームやらされそう。まだやるんだぜ。当たり前じゃない。そうね。じゃあ、トランプを使って何か手品を見せてよ。恐ろしいわ。その無茶ぶり、恐ろしいわ、ピーチ姫。手品なんてできないんだぜ。は？できないものはできないんだぜ。ああ、やっぱり、フラグ回収。早々に。ギエーギエー断末魔。姫？マックスの声だったわ。マックスは確か、101号室だったんだぜ。行ってみるんだぜ。おお、光ってる光ってる。いや、もう死んでんのこれ。犯行時刻とかもう全然覚えてないわ。10時5分。マックス無事なんだぜ。無事なわけないやろ。死んでるんだぜ。
部屋の窓は開いていることから、犯人が窓から逃げた確率は 100% です。相当は限らんでしょう。今、プッスとピロロがペンションの周りを捜索しています。私たちはもう少しこの部屋を調べてみましょう。わかったんだぜ。セーブするポイントがありますね。ちょっとセーブしようかな。